クリストファー・アトキンズは、アメリカ合衆国の俳優。ニューヨーク州、来衆生まれ。7歳の時、両親が離婚し、教師をしていた母親に育てられた。ライフガードやセーリングの教官養成高校に、在学中、友人の勧めから、映画、青い珊瑚礁のオーディションを受けた結果、受験者4000人以上の関門をくぐり抜けて、リチャード親役に抜擢された。 当時は俳優になるといった興味や関心は特に抱いていなかったというが、ブルック・シールズとの共演で映画デビューを果たす。公開後、450万ドルの制作費に対して5800万ドルの興行収入を記録する大ヒットとなり、さらに得意の水泳を活かすことのできる役であったこと、可愛げのある風貌だったことから、アトキンズはアイドルとしての確固たる地位を築き上げる。 同作の演技でゴールデングローブ賞映画新人団優勝のノミネートも受けた。1982年の映画パイレーツムービーでは主演のほかサウンドトラックと別にシングルカットで発売された劇中歌 How Can I Live Without Her? がビルボードチャートにおいて71位を記録。しかし、その後に レスリー・アン・ウォーレンと共演した1983年の映画、ナイト・イン・ヘブンで、男性ストリッパーとして働きながら、大学に通う、無遠慮で、少々自意識過剰な学生を演じて、ゴールデン・ラズベリー賞主演団優勝を受賞した。これらのフレッシュな役柄のイメージから、映画出演の他に、ティーン向け雑誌の表紙に、数多く登場したり、 アトキンズの若々しさを全面に押し出した演出で、コカ・コーラ、アディダスといった大手企業のテレビコマーシャルにも起用された。1990年代から2000年代にかけては、次第にデビュー当時の勢いが失われ、テレビ映画や小規模作品への出演が多くなってゆく。その中、ブルック・シールズのハロー。スーザンにゲスト出演し、かつての共演者、ブルック・シールズと、 再び共演を果たしている。私生活においては1985年にオーストラリア人のリンバーロンと結婚して二人の子供を設けたが、後に離婚。また、アウトドアスポーツの会社を所有しており、ルアーの特許を取得するなどしている。ありがとうございます。